メートルに行ったら2気圧なわけですよ。で、10メートルに行ったら2気圧じゃないですか。だからこれ計算式成り立たせりゃまずいわけですよ。じゃあどうする？ 0.79 に2をかけてあげる。 0.21 に2をかけてあげれば 1.58 足す 0.42 だから足して2だけど、そこに足すんだ。そこに足すんだ。あ、かけるんだ。そうそう、単純に、さっきの陸上のパーセンテージに圧力が2倍だから、10メートルは2気圧だから2かけてあげないと逆に計算式になりたくないじゃん、その足しじゃん、うん、ね、だからどんどん潜っていくと2気圧、3気圧、4気圧、5気圧じゃん、ね、で40メートル5気圧でしょ、うん、パッと40メートルの5気圧だから、うん、今度これ 0.79 に5をかけてあげればこうなるじゃん。 0.21 に5をかけてあげれば